こんにちは。ペン習字ペンを買ってきたので開封をしてみたいと思います。それと書くののこれ字幅が EF なんですけど、書くのの EF と比べたりもしてみたいと思います。では開封していきます。で、これは限定のカラーがこの2色で、あと透明と、あとグレーっぽい軸のものと4色発売になっていて、青系のインクと赤系のインクが結構好きなので、それぞれ入れたいなと思って、あとこっちは数量限定なのかなっていうのもあって、買ってきました。商品自体は、コンバーターが紺40って書いてあるので、一応紺70が入るかどうかもやってみたいと思います。黒のカートリッジが1本ついてきます。これ値段が600円で書くの1本より安いんですよね。というのもちょっと気になっていて。で、開けるのは、ここネジ式ですね。キャップのここに穴がないです。で、キャップは後ろにつきますね。書くのと違うかな。書くのの EF を持ってきました。で、同じペン先なんじゃないかと思っているんですが、そうですね。こっちは、なんて書いてあるんだろう。パイロットスーパークオリティジャパン EF って書いてありますね。こっち、このペン習字ペンの方は。で、多分これ裏の感じが、こっちなんかツルツルしてますね。これは、あれだけど。多分これ同じペン先だと思うんですよね。こっちはキャップがこのパチンで閉じる式で、こっちはネジ式なので、ここの段差が、こっちはキャップの、角野の方はキャップの分だけこう段差があるんですけど、これはここじゃなくて、ここにキャップがついてるので、ここの段差は、ペン習字ペンの方はないです。で、全体の長さは、キャップをつけた時の全体長さは、ペン習字ペンの方がちょっと短くて、で、キャップを外した時は、ペン習字ペンの方がちょっと長いですね。で、こんな感じ。で、グリップのところも、ちょっと違います。こっちの方が、この親指と人差し指をつけるところが細くなってます。書くのも親指と人差し指をつけるところが、こう、なんていうのかな、三角鉛筆みたいな感じになってるんですけど、こっちの方が緩やかについてて、こっちの方が、こう、はっきりくぼんでますね。裏が、こっちは、ほとんど、球面というか、この、なんだ、八角形かな、これ。っていう、普通の、こっち側には、この指を当てるへこみはついてないんですけど、こっちは、こっちよりは緩やかにだけど、しっかりこっちもくぼんでるので、よりこう、持ちやすく、手が小さい人とかは、こっちの方が持ちやすいかなと思います。で、紺70が入るかをやって、てみます。紺40が、これ入んないですね。紺70は入らない。ここが細いから入んないですね。で、というわけで紺40を使用して亜麻色を入れていきます。で、紺40をはめるとちゃんとこう入って、で、こっちにも紺40を一応つけた時の重心は、これは確かこの辺が重心。それ、紺70をつけた時の重心だからちょっと違いますね、
この辺ですね、この辺。この辺が重心です。で、こっちは、この辺が重心です。なので、ペン先を揃えた時の重心の位置は、だいたい同じで、ペン習字ペンの方がちょっと下側です。紺40に甘い色を入れていきたいと思います。で、インクが入れ終わったので、バピカの紳士のノートに書いていきたいと思います。実は書くのの開封動画撮ってないので、というか、パイロットのペンの開封動画って何も撮ってないかもしれないですね。いつも色しずく結構使ってるのに。あ、これ持って書くと自分がいつも割とちょっとねじれて持ってるのが分かりますね。普通こうやってまっすぐ紙に対してつけるのが、こう左右均等になるようにつけるのがいいんですけど、ちょっとこうやって書きがちなんですよね。で、それがそうやって持つとここのへこみに合わなくなるから、あ、持ち方がこうだっていうのを思い出すので、これいいかも。使いたいですね。やっぱりこの書くのの EF なので、ガシガシ書いてる感じはすごいします。でも手帳とかに書くんだったらすごくいいんじゃないかなと思います。結構透明軸だったらスタイリッシュというかおしゃれですよね。これ普通にクリアの軸もあるので、あとこちらはキャップ式なので、一番太いところの、書くのですね、書くのはキャップ式なので、一番太いところの太さが結構太くなるんですね。ここが、だから例えば、ほぼ日手帳とかのバタフライストッパーに入れたりすると、2本通すの結構大変な、2本バタフライストッパー2枚通すの大変なんですけど、多分こっちだったら簡単に刺さるんじゃないかなと思います。紺70は入らないけど、でもこのネジがこうなってるから、絶対ここの蓋が開いてて、かつこのパチン式の書くのよりもインクの持ちいいんじゃないかなと思うので、ちょっと1週間ぐらい放置してみようと思います。これもちゃんとキャップもはまるし、はめて書いて大丈夫な感じですね。細くていいですね。普段太い地幅の万年筆ばっかり使ってるんですけど、こうやって細いの EF とかも考えると、普通に手帳とか細かい書き込みとかもできそうだなって思います。普段罫線を無視ばっかりしてるので、この A 型 B 型とかでも普通に無視して書くぐらい罫線を無視して好きな大きさの字を書いてるんですけど、こういうのだとなんか全然できそうだなって思います。あとやっぱりペン習字っていうの、やりたくなりますね。
でも書くのだけあってやっぱり特に右払いとかはそんなに何て言うんだろう、鉄ペンですっていう感じでがっつり払いとかがいい感じにできるかっていうと、もうちょっとしなるペンの方がうまくいく感じはありますね。でもこれ600円だから全然いいと思います。こんな感じです。ちょっとあれですね、このキャップの気孔も多分乾きにくいし、ちょっと後で調べますけど、乾きにくいし、で、あと、地幅が細いのって意外といいなって、今これを書きながら思いました。書くのの EF も、久しぶりというか、書くのの EF ずっとペン開いたまま置いてたので、久しぶりにこんな細い万年筆の字を書いたので、結構いいなと思いました。そんな感じでこれも使っていきたいと思いますが、とりあえず1週間ぐらい放置して出るかやってみたいと思います。書くのは1週間放置すると結構出ないです、色しずく。なので、この後も使っていきたいと思います。では、またねー。